皆さんはヒンドゥー教徒が守る食事の習慣についてご存知でしょうか？ヒンドゥー教は多くの信仰と独自の慣習が結びついた宗教であり、その中には特定の食べ物を取らない、食べないという信条も含まれています。今回はネパールで多いヒンドゥー教徒が食べないものに焦点を当て、その理由や背景についてご紹介していきたいと思います。ナマステエブリバリ、ガイさんイズヒア。今回の動画では異国の魅力に迫りながら、ネパールにおいてヒンドゥー教徒が摂取を避ける食べ物に焦点を当てて、ヒンドゥー教が食べないもの5選というテーマでお話ししていきたいと思います。ヒンドゥー教は古代インドのバラモン教と民間信仰が融合しながら形作られたもので、インドの宗教、社会制度、文化、風習などが統合されたものを意味します。ヒンドゥー教ではブラフマ、ヴィシュヌ、シヴァの3体の神を重要視し、輪廻と快脱の思想を根本としています。ヒンドゥー教徒は食に対する意識が非常に高く、宗教が生活の土台となっているため、食生活を含めて個人の宗教や信条を厳格に遵守しています。食事に関しては、口に入れる食材や食事の食べ方、食事を食べる時間や時期に対して非常に気を使います。肉食と菜食の境界は厳格に意識されていて、ベジタリアンとノンベジタリアンを区別します。また汚れに対する意識も強く、他者の汚れを避けることが重要視されています。特有の社会身分制度であるカーストが存在し、異なるカーストの食事を忌避するということもあります。不浄は血液や唾液で感染するものと考えられていて、食器も使い捨てのものが最も正常だとされています。不浄を浄化するためには、菜食や断食、沐浴、ヨガが行われ、高位のカーストや社会的地位の高い人ほど肉食を避ける傾向があります。規制の度合いが厳格であるほど情勢が高いとされているんですね。また一般的には男性よりも女性の方が口に入れる食材に対して厳しい意識を持つ傾向があり、これは女性が家庭を守るという意識が強いためとされています。このように食に対する意識がヒンドゥー教徒の生活において根深く影響を与えているのです。この探求の旅を通して、ネパールの宗教的な食の世界に迫ると同時に、ヒンドゥー教の信仰や生活様式に対する厳格な規律を理解し、その多様性に敬意を払うことができるでしょう。このチャンネルではネパールに関わる様々な情報を発信しています。ぜひ今のうちにチャンネル登録とコメント欄で応援してくれると、これからもどんどん動画作っていきます。またガイさん公式 LINE の方も作ってあります。こちらではネパールのこと、ネパール手話のこと、ネパール語のこと、ネパール現地のこと、何でも聞き放題ですので、いつでもテキスト送ってください。それでは早速内容に入っていきましょう。今回はヒンドゥー教徒が食べないもの5選ということでいきますので、まずは1つ目ご紹介していきたいと思います。こちらは肉全般に焦点を当ててみたいと思います。ヒンドゥー教の食事習慣では、特に牛肉と豚肉が避けられる食材とされています。牛はヒンドゥー教において神聖な存在として崇拝されており、そのため牛肉を取ることはタブーとされています。同様に豚も不浄な動物とみなされ、ヒンドゥー教徒はこれを食べることを控える傾向があります。まあ、これは控えているだけで全然食べる人もたくさんいますよ。肉食をするヒンドゥー教徒であっても、許容されるのは主に鶏肉、羊の肉、ヤギ肉に限られます。ただしこれらの動物の肉や骨を使った調味料や調理時に使用されるエキス、ブイヨン、ゼラチン、バター、ラード、ヘッドなどにも注意が必要です。特に肉を忌避する人がいる場合には、植物性の出汁や油を使用することが推奨されています。ヒンドゥー教の食事習慣では、乳製品は多量に摂取されることが一般的であり、一方で高位のカーストや社会的地位の高い人ほど肉食を避ける傾向が強まります。厳格なヒンドゥー教徒には、肉類を調理した調理器具を避ける人もいるほど肉食に対する慎重さが見られますね。ヒンドゥー教徒は宗教上や健康上の理由、または願いがけをするため、特定の日、1日や1週間など肉食を避けることも一般的です。牛肉と豚肉を避けるのは宗教的な信仰に裏打ちされたものであり、この信仰はヒンドゥー教の中でも厳格な信者にとって深く根付いています。では次に、ヒンドゥー教徒が食べないもの2つ目として卵に焦点を当ててみたいと思います。ヒンドゥー教の教えによれば、生きとし生けるものには全て魂が宿り、輪廻転生を信じる信仰が根底にあり、基本的に殺生を良しとしません。このため卵も動物性の食べ物であるため、ヒンドゥー教徒の中には卵を摂取しない傾向があります。一般的には有精卵も無精卵も摂取を避けることがありますが、中には有精卵は避けつつも無精卵は摂取するという人もいます。このような選択は個々の信仰や宗教的な信条に基づくもので、
ので、有田卵に関する摂取の態度は個人差が大きいです。特にベンガル地方ではかつて若い娘さんがアヒルの卵を食べることを禁じる習慣が存在しました。これはアヒルの卵が体に熱を与えると信じられており、その影響で低層が危機にさらされると考えられていました。このように卵に関する摂取には文化や地域による様々な考え方が存在し、ヒンドゥー教徒の生活においても個別の信仰が影響を与えています。それでは次に3つ目、ヒンドゥー教徒が食べないものは魚介類ということで焦点を当ててみたいと思います。多くのヒンドゥー教徒は肉類と同様に魚介類も摂取しない傾向が見られます。これはヒンドゥー教の信仰において、先ほども伝えましたが、生きとし生けるものへの尊重と殺傷を避けるための教えが影響しています。したがって生であれ調理されたものであれ、魚介類は一般的にヒンドゥー教徒にとって食べることができません。特に日本料理においては鰹節が広く使用されていますが、これもヒンドゥー教徒にとっては摂取が許されない食事の一つです。代わりに昆布だしなどの工夫が必要となります。ヒンドゥー教徒は宗教的な規律を守りつつ、食事においても信仰に基づいた慎重さを持ち続けているんですね。それではお次、ヒンドゥー教徒が食べないもの4つ目、生物に焦点を当ててみたいと思います。肉類、魚介類、卵を摂取しないヒンドゥー教徒にとっては生物を食べる習慣が一般的ではありません。彼らは基本的に火を通したものを食べることを好みます。ヒンドゥー教においては生物は不浄なものとみなされており、これを取ることで汚れが感染すると信じられています。生物には動物の肉や血液が含まれることが多く、ヒンドゥー教では肉食や殺傷を避ける教義が存在します。そのため生物は避けられ、宗教的な信仰に基づいて食事の嗜好が形成されていきます。また生物は消化に悪く、体や心に良くない影響を及ぼすと考えられています。これは宗教的な理由だけではなく、衛生的健康的な理由からも生物を摂取しない傾向が強いです。ヒンドゥー教徒はこれらの理由から火を通したものを主に摂取し、生物を食べることを避けることが一般的です。それでは最後、ヒンドゥー教徒が食べないもの5つ目として五訓に焦点を当ててみたいと思います。五訓とは何なんでしょうか。厳格なヒンドゥー教徒にとって、五訓すなわちニンニク、ニラ、ラッキョウ、玉ねぎ、アサツキを食べることは禁じられています。さらに一部のヒンドゥー教は根菜も摂取しないことがあります。そのためベジタリアンの人々がヒンドゥー教徒の家庭で食事を共にする際には事前に食材に関する確認を行っておく必要があります。これはヒンドゥー教徒と仏教徒の中には匂いが強く修行の妨げになるという理由から、これらの食材を摂ることを禁じる人々がいるからです。宗教的な信仰に基づくこの制約は食事文化において注意が必要であり、異なる信仰を尊重しながら共に食事を楽しむ際に留意すべき点となります。さて今回の旅ではヒンドゥー教徒が食べないもの5選に焦点を当て、その背後に潜む信仰や文化に触れていきました。これらの食事制限はヒンドゥー教の教えや信仰に根ざしており、その中でも肉類や卵、魚介類、生物、そして五訓と呼ばれる食材の回避が重要視されています。この制約は正常さへの尊重と宗教的な規律、そして健康的な生活を保つための意識から生まれています。ネパールの自然美や文化と同じく、ヒンドゥー教徒の食事習慣もその土地土地の特徴の一部として多くの人々に愛されています。未知の文化や信仰に触れることは、異なる価値観や習慣を理解し尊重する第一歩です。これからもネパールの魅力や文化にスポットを当てながら、異なる宗教や習慣が織りなす多様性を感じ、深く理解していくことが共生の大切な一環と言えるでしょう。はい、お疲れ様でした。これからもこのチャンネルでは皆さんの知らないネパール情報をどんどんと発信していきます。皆さんは宗教について関心がありますか？もし信じている宗教ありましたら下のコメント欄で教えてください。またサイドにありますがガイさん公式 LINE の方もあります。こちらではネパール、ネパール語、ネパール州はネパール現地のこと何でも聞き放題ですので、いつもテキスト送ってください。それではまた次の動画でお会いしましょう。ナマステ。